今日は催し物があると聞いてきたのですが。逃げるべき、それとも立ち向かうべき。最近の鍋はすごいのね。歩くんですもの。あなたみたいな捨てられた鍋とわらわの高貴な一生がここで交わったこと、僕なんかいじめて楽しいの？想像しいわね。これくらいで大げさよ。お悩みならばこちらへどうぞ。あなたの力となりましょう。あら、ちょうどいいところに来たわね。椅子になって。よろしい。もう終わり？そんなにいじめたつもりはないのだけれど。お坊様、涼しげな雰囲気もいいけど、ちょっと痩せすぎよ。顔色も悪すぎるよ。それに口元につけてるその面みたいなもの、なんだか人間にとって気持ち悪いわ。おや、これは予想外。一昔前に比べれば随分と落ち着いたつもりですが、おっと、これが日々の刺激というものですか。誰かこの鍋を捨てておいてくれない？こんなことになるなら来なかったよ。お坊様に結婚は無理ね。さようなら。ご随意。わらわを楽しませてね、曲芸師さん。これいつまでやんの？ねえってば、聞いてる？ねえさん。よし、ここでなんとかしとかないとガチでやべえからな。悪いけど、いい加減帰ってもらうぜ。あら、威勢がいいじゃない。そんなにわらわを手に入れたいのね。あなた、お口が好きならわらわに貼ってみるのはどう？今回はあなたの自由よ。いや、なんか話が勝手に進んでるんすけど。そんなにわらわが欲しいならあなたを夫にしてもいいわよ。もちろんわらわよりも強くなければ認めないけど。当然、あんたには勝たせてもらうんだ。でなきゃ俺が叱られちまうっての。いや、夫は嫌だけど。あなたが嫌ならあなたの主はどう？目に突き刺されそうな危ない髪型の、なんて言ったかしら。ここまでやられんのはあの時以来かな。ゆっ、ふっと、こっからは俺の一点張りだっつうのは。合格よ。そう簡単にゃ勝ちはくれてやんねえし。それともわらわの魅力のせい？どっちにしてもわらわにふさわしくはなかったわね。